はいどうもおぱしです。今回はですね IW で日本人がキルコンガンゲーム新マップを遊ぶ方法なんですけれども、見てわかるかと思います。課金です。しょうがなく買いました。6500円もしました。ですね、もう正直ね IW 好きです。好きですけど今回だけはねちょっとネガキャンさせてください。日本語版にはアップデートを入れずに北米版だけ2回アップデート入れるのはさすがにやりすぎだと思います。ちょっとねそこはね優しくないですよ。お新マップじゃん。ということで日本を除いて北米だけアップデートなんてねやりすぎですよ。あのね玉尾さんと奈良香さんは北米版と日本語版どっちも買ってるんだよ。こういう時があった時用なのか分かんないですけど、もうねそれが正解なんだなっていう風にねちょっと思いました。しょうがなくどっちも買いました。だから北米版の方はその代わりコッド4抜きのついてこない方を買いました。6500円ぐらいでしたね。最悪ですよ。コッド4やりたくなっちゃってるやつ2人いるもん。しかも北米版だけアップデートということで北米版にしかマッチングしないのかな。まずいですよそれは。回線がやばいことになりそう。ただとりあえずデータの移行っていうのは完全にできてましたね。ただなんかあと北米版だけちょっと違うなんかムービーがちょっと入ったりしていました。あとのところはねほぼ全部一緒かと思われます。レベルキャップが上がっていたりするわけでもないと思うので。全く同じですね。あなんかここ四角四角四角1とか言ってバグってるね。北米版武器のところがここが確かカスタムクラス1位とかって日本語バラとなってますけどね。さあ新マップでガンゲームやっていきますよ。おおここ日本なんだよね設定が。一応ようこそあんなの日本にあるかな。まあないと思うけど。ガンゲームっていうのは武器が1キルすることに変わっていって全部の武器で倒しきった人が1位っていうルールですね。最速で倒しきれっていう。痴漢とか絶対ないって。こんなポスター野蛮人とか。さあ行くぞ。だいぶ出遅れたなマジで。こっから1位になったらすごいよね。おら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 、まずは1キル。ちょっと新マップフリフォって、しかもガンゲーム濃厚、かなりきついっすねこれ。なこれいいヌードル。渋谷絶対嘘、絶対渋谷にこんな場所ないって。何これ、いいヌードル。ふざけんだよ。外人の、外人って差別用語か。外国人がイメージする日本ってこんなか。銀行センター。サービス時間何時だ待って、朝7時から23時までやってる銀行ってまあないと思うぞ。 ATM だろそれ。ただのいろいろすごいなこれ。じゃあなんかもうこれちょっと負け試合感あるので。待って、え、固くね。うわ、リロードしちゃった。カックンカックン、何あれちょっとマップ探索したい。トラック会社何の広告にもなってねえじゃねえかよ。やばい、ちょっと待って、新マップを探索したい。居酒屋村、居酒屋村って何ですか。待って、当たり判定し、シビア、え、シビアってかもう論外じゃない。何これ、風俗店かな変な色合いだね。待って待って、これ弱すぎ。この武器4ピンとか、これ絶対嘘やぞこれ。ベータ、え、マジで弱い。え、マジで弱い。このレートで4発当てて死なないの。え、なんこれ、日本人迫害されてる。日本人は敵を倒せないです。おお、やっと倒せた。びっくりするわ。このレートで5発キルですか、あれ6発キルですか。待って、うお、いや、だいぶきついぞマジで。すごいな。なんこれ、あ、これなんだ、これハニーバジャーみたいな見た目してんな。どこだ、レディースアクセサリー、メンズファッション。ここら辺いそう。あ、いた。待って、これ何、これ、この武器は何。おら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 、またー、やめてー。ヒューガ横丁、ようこそ居酒屋村、居酒屋村お邪魔します。焼き鳥旬の寿司。はあ、すげえ組み合わせだな。お、待って待って、うわー、やめてー。戦い、インフォメーション、販売機、横浜福岡。はあ、横浜福岡大阪がこの右上階段上がればあるってどういう設定だよ。やばすぎだろ。冗談でしょ、本当だよ、冗談でしょ。いいえいいえ、何これ、中央駅の看板やばすぎだろう。はい、お邪魔します。あ、この武器はなんか普通にしっかり解けるね。あ、これは2点砂。嘘だろ、
振り子だから別に負けてもいいし、こうやってマップ探索してても怒られないからいいね。なに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 、こんなんないよ。あ、ファントムが解放されたムービーか。北米だけこうやってさ、かっこいいムービー入れるのはずるくない？どうした？すげえ強えな、こうやって見るとなんか。でもバリスタそんな強く感じないんだよね、使ってみるとね。あ、ちょ、みんなも他のムービー見たいですか？これで見れるかな。あ、見れる見れる。これはね、日本語版にはムービー入ってないんですよ。北米限定ムービーです。おーおー、ブラックホールのやつか。すげえ見せ方かっこいいね。でもう一個見よっか。これも FTL。 イレイサーいいね。イレイサー一番好きかも。かっこいい。他の見たいけどちょっと始まっちゃうね。あ、俺が知ってるマップ来た。さあ真面目にやるぞ、この4ピン嘘つき回戦め。絶対負けねえ。すごいよな、外人しかいないのに4ピンとか。絶対これ回戦嘘だろ。ほい、あべ、よし、やべ、新武器までたどり着けねえ。ま、え、どこ、ほらほらほら、よしよしよし。これなんだ、これ新武器っぽくねえか。これ新武器じゃない。うわー、なんだこれは。使ったことなさすぎて何かわかんねえ。この武器がショットガンだな、とりあえず。それだけはわかる。続々とみんなが17点にいるんどっちゃうん、ここ。オッケー、ナイファー投げるナイフ。うお、ふわっ残念だったな。うわっ、ミスった。うおっ、やられたー。くそ、え、新武器あった？どこで忙しすぎてどこに新武器あったのか気づけんかったんだが、ちょっと北米限定のムービーもう一個見ていきますか。じゃあこれ見ていきましょう。なぜ北米だけこんなムービーが入るのか、ようわからんっすね。別に音声ないんだから、ただ日本語版にも足してくれればよかったのに。かっこいい。なんとなくだけど、なんかスリープさんのオープニングのあのなんかあのあれを見ているような気分、リッパーの時の。あ、あれなんか人入ってんだ。そりゃそっか、なんか全部ロボットに見えるんだよな。あーね、あ、そんな感じで跳ねてるんだ。ではね、変更点もこのぐらいっぽいんで、で終わりにしたいと思うんですけれども、まあ、とりあえずね、北米版にだけアップデートを入れるというのはちょっとやりすぎかなと思います。で、過去作でもね、いっぱいあったんですよ。北米版とアップデートが時差があるっていうのは。ただ2回アップデート入れて日本語版はアナウンス一切なしっていうのはまあ珍しいですね。結構ひどいレベルだと思います。前にあったのだと、例えばだけど、あの BO3 の時だと北米版しか最初課金機能がなかったんですよね。なんで、まあ、そういったところで3ヶ月4ヶ月ぐらい確かズレがあったのかな、日本人が課金できるようになるまで。なんで、まあ、そういった要素も含めるんだとしたら、北米版を買った方がまあ無難は無難なのかもしれませんけれども、まあ、新作のゲームということでパークの説明だったりとかいろんなところでね、英語が出てきてようわからんっていうのが絶対起きると思いますので、まあ日本語を買った方が、まあ、ゲーム自体はより楽しめると思います。で、あと DLC とかね、追加で課金するとき楽なんですよ。北米の PSN 買うのすごいめんどくさいので。なんで、まあどちらが、皆さんに合ってるか分かりませんが、まあ、アップデートだったり全ての機能自体を楽しみたいんだったら、北米版で、まあ、無難に遊びたくて、まあね、課金するときも簡単に課金できるっていうのはやっぱ日本語版なんではないでしょうか。で、あとあの北米だけアップデート入って日本語版がアップデート入ってないときに、あの北米版のフレンドはね、隔離されてて一緒に遊べなくなっちゃうんですよね。だから、まあ、どうせみんな日本人はみんな日本語版買うんで、もう今後なんで、まあ
難しい、非常に難しいですけれども、まあ、北米版も1個ちょっと選択肢としてありなのかもしれません。はい、以上でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。戦の準備はできた。今がチャンスだ。主砲構え、撃てー。バーンバーン。我が軍の勝利だ。友達と戦艦で遊びたい。でも誰も付き合ってくれないんだ。そうだ、ネットならいるんじゃないか。圧倒的な迫力、そしてなんとオンライン対戦機能もある。これならみんなで遊べるな。みんな待ってるぞ、ウォーシップサーガ。検索検索。チャンネル登録とコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。